った時初めて優勝ができるんですね。どれか一つかけてでも優勝はしないんです。取手二高常総学院を率いて春1回夏2回の全国制覇、甲子園通算40勝、木内幸男監督です。ピッチャーを変えようと思ってたんです。ところが、この中島君の時のピッチャーが、やっぱり春の選抜で、3対、勝ち方を教えておきます。いいキャプテンに巡り合った時は春です。はい、私が子供を引っ張るよりも、キャプテンが子供を引っ張った方が同級生だから、一緒についていくんですよ。うん、やっぱり子供たちが自分でやって、自分がで勝ちたくなれば、チームはいいチームができます。目的を見つけられる人が一流になるんだと、そういうような気がして、もっと欲を持ちましょう。甲子園は行くもんです。行かないところじゃないんです。自分で行くところに。鍵を開けてね、茨城県の野球の目を続けていくということで、ご協力をいただきたいというふうに思っております。1時間半はいられないだろう。今日いられるんですよ。まだ少しはやれんなぁなんて思ってますけど。